してください。1郎、2クロ、2番ハンター、2番ハンター、2番、いやもう出て、2番ハンター、ハンター、ごめん、俺ハンター、はい、お疲れ、俺ハンター、うん、ごめん、俺ハンター。4勝1敗と5勝1敗にかかってる。この番組に本日6戦目頑張っていきたいリムサッド、最後の役職は教会に入り、こちら身分を最後の役職は公開させていただきました。ここで頑張っていきたいと思います。4番のプレイヤーは発言してください。いや、お願いします。年齢、声色、年齢による考察、その辺も入れながら、いきたいと思います。若くてもやっぱり IQ 高い人とか、こう 人の言葉を拾う強さとか、この村には初心者はいないだろうから、そうだね、だこういう人はこういうふうに嘘つくんだろうなとか、こういう人はこういうとこで素直に言うんだろうなとか、その辺考慮しながら私なりの考察をしていきたいと思います。危険な空気だな。進行論、俺なりに精査する。うん。みんな俺なりの、自分なりの目線っていうのが大事だと思う。役は役なりに。占いは占いなりに。そこで破綻したやつが黒だ。シャッ勝つ !5 番のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営でした。信用ありません。そうですね、4番さんが言うように、その人の精査っていうのはすごい大事だと思って、なんて言うんだろうね、その人がすっごいおどおどしてるからって、黒く見てるっていうのは良くないかなと思ってますね。うん。まあその人をすごく見ていくのが大事だと思ってます。ってぐらいかな。なんか言うことありますかね。うん、なんか人狼殺って30代結構いるのかな。ゴオ俺30代なんですけど、なんか時間に余裕があったら教えてください。ゴオオカミ。3番さん若干怖くなりました、俺。はい。6番。ゴオオカミ。のプレイヤーは発言してください。はい、ランダム9番シロウ。とりあえず4号の発言置いといて進行論述べますね。9シロウ？勝ちたいんだったらセミオープンですね。絶対に。はい。に使用場面だった場合ね。ただ、今役を持ってる二人は、まあ、絶対俺なら無理のある動き方ができると。はい。で、しっかり考察も伸ばせると。で、噛まれて絶対乗っ取りも終われんように自分で無理のある行動できるんやったら別に潜伏してもいい。はい。で、その間に村を勝ち導いてね、俺が噛まれたらいなくなった時って感じかな。でも、これに関しては正直色落ちないかな。はい。まあ、なんか4番が役かどうかは知らんけど、あれ言っちゃうけど、4番さんって、まあ、役はどうこうとか言ってるし、4番さんの素村つけてるし、まあそこは黒寄せにならんと思ってるし、まあ、5番さんも2周目、4番は2周目。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師です。ランダムで8番さんする、ランダムで8番さんするです。太鼓の6番さんに関しては、まあ、こうてっつっても、まあ、真ん中らへんですけどね。後ろの方の9番さんに白を打っていることから、6番さんを狼で考えるのであれば、6、9っていうのは、おのおの見なければならない。これは盤面上ですね。のかなっていうふうに思っています。で、6番さん、ただ6番さんってセミオープンご了承しているので、はい。自分しか出ていないのに、初っ端からセミオープンっていう提案をしてご利用ししているので、狼目は高いと思います。そうなった時に競馬さんの囲いというのは盤面上追わなければならないのかなと思ってます。私は役職者に対しては、スマラが白くなっているのであれば潜伏してほしいと思ってますね。今、2使用盤面なんで、6番さん狼で考えた場合っていうのは、スマラが白くなっていて、役職者が潜伏すれば、強靭で噛んでもらえると思っているんで。はい。4番さん、5番さんに関してはちょっと時間がないですね。でも気になったところっていうのは、あんまなかったんですよ。なかったんで、2周目。8番のプレイヤーは発言してください。4番さんに関してはパッションだ、普通のことをパッション出していってるって感じで、なんか印象良かったかな。で、その4番さんに対してのツッコミを5番さんしてたところも、5番さんも特に色落ちなし、まあ4号で言ったら4の方が印象良かったかな。
ワンチャン役なんじゃないかなっていう感じがした。6、7については、フラットって感じですかね、今の現状で言えば。6、9の囲いがあったときはちょっときついなぁ。まあ、それも追いながらやっていけばいいかなと思っていますね。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。ファーストインプレッション。最初のなんか反応的に7番がシーンかなと思った。6番がなんか2勝だったらセミオープン。まあ、それはそれでわかるんですけど、勝ちたいんだったらセミオープンってあんまりよくわかんなかったですね。なおかつ4番がスムラスケテンだったら4番印象悪いので4番釣りをしたらいいんじゃないと思っちゃったし。7番と8番はなんか6球囲い、6球囲いって寄ってますけど、6球がローローで囲ってるって話だったらば、7番とか占い力を持ってんだったら、そこまでの発言すればいいんじゃないの俺に対して。まあ、2周目の発言どうしてくるかわからんけど。まあそこは気になったけど、なんか7番の役、スムラが白くなってたら転覆を選ぶっていうのは結構新目線かなと思っちゃったかな。だから6、7でまあ、まだこうやってはつけたくないけど、7番の方が新だったら結構強いかなと思っちゃったね。はい。まあ4、5、2周目で。1番のプレイヤーは発言してください。はい。村人陣営です。そうですね。6、7番さんに関しては特にそのおかしな発言はしてないんで何とも言えない。8、9に関しても、なんか、そうでもないのかなって感じかな。何とも言えんな。4番さん、5番さん。いや、怪しいところないんで、2、3の話聞くっていうぐらいかな。それぐらいかな。今んとこそんな感じ。あと、俺は30歳です。つまり平成元年。平成が30年、31年、令和か。まあいいや。2番のプレイヤーは発言してください。おぉ、1番さん奇遇っすね。俺も平成元年生まれよ。そうね。まあ、4番、5番の位置でね、白黒はつけづらいわな。6番、7番、どっちが進化ってなったら、まあ、印象的には7なのかなっていうところ。そこは9番に乗っておこうかなと思います。だからね、まあ、8、9、その白先の8、9の話聞いても、まあ、どっちも黒要素は拾えなかったかな。まあ、そうだな、右往左往してる1番。まあ、もしくは2周目発言伸びなかった4、5みたいな感じかな。まあ、3番さんの発言にも期待。以上。3番のプレイヤーは発言してください。村人陣営でした。もう一番最後だからなんか、めちゃくちゃ考察伸ばさないといけない感がすごい出てるんですけど、3番さんの意見を聞いてから、どうしますみたいな。そういうのやめてください。だって、みんな分かってないじゃん。黒くない、みんな、72000? 分かってないよね。72000。私も分かんなかったです。6番さんはもうなんか多分この人人狼でも人狼じゃなくても淡々と、喋ってるんだろうなって感じで、全然分かんない。でも7番さんのパッションをすごく感じました。だからって、まあ、別に7番さんを死んで見てるってわけではないけど。で、占い先の8、9も全然、わかんなかったです。ごめんなさい。わかんない字やね。4番のプレイヤーは発言してください。役です。セミオープンしましょう。セミの方が強いと思います。占い2なんで。役出ましょう。はい。6段の精査に関しては、6の方が、60% シーン、7の方が 40% シーンぐらいの、違和感というか新目で考えています。違和感感じたのが7番だね。7番6がローメが高いっていう理由が、6が、
セミオープンが強いよって言ったところなんだけど、セミオープンの方が強いって俺も進行路で思うから、その黒染めっていうのは雑だなと思って、7は強はなさそうだけど、ローはあるなって思った。すごい違和感感じだ。6に関しては、4、5色なし、でも4は色透けてるっていう、この、なんか、なんでそんな見えてんのっていうのもあったから、6割以上は上がらん新芽が、6の方が新芽では若干置いている。そんな7番を、俺が新芽低いと言った7番を新置きしている9番っていうのもちょっとなんか謎だなと思いつつ、2番っていうのは9に乗っかってっていうところで言っていて、29役がなければ29どっちかから釣ろうと思っています以上。は？現状ね。現状29どっちかで行こうと思う。どちらかというと2から。こんだけ占いも出て、占いの精査もなく、急に乗っかるみたいな。なんだよ、それ。釣られとけ。SG は釣られとけ。お前だ。SG は釣られとけだよ。お前や。いいんじゃない。お前や、あんま釣る。2役ないなら2釣る。釣るぞ。もし、2役ないんだろ、どうせ。こんだけ詰めていってないんだから。出ないんだから。誰も出ない。役だ。役も出てねえじゃねえか。2役ないよ。釣られるよ。じゃあ2行こう。以上。5番。のプレイヤーは発言してください。9番さんは白、片白だから釣らない方がいいとして、俺も2番さん気になったから、2番さんって、いやーこれ絶対違う。なんだっけな、4号発言の目だけ4号釣り位置だなって言ってたんだけど、それってみんなに対して言えることなんじゃないのって思ってるんだけど、3番さんもまだ発言していなかったし、絶対5、6、5、単純に2番さん怪しいかなって思った。絶対5、6、5、7。占いに関しては全くわかんないかな。ただ若干片白の8番さんが気になったんだけど、8番さんって6級の囲いがあったらきついよね、みたいな感じの発言をしていたんだけど、どうきついのか2周目で話してほしいな。その理由によっては怪しいかなと思ってる。9番さんに関してはなんとなく7神っぽいって言っていた。どうなんだろうっていうところだね。そのなんとなくで言われてもわからないからって感じだよね。は？なんとなくなんつってねえぞ、俺。いや、どうだろうね。俺の年齢振りは一番さんから答えてくれたけど。絶対コーチ。なんか結構余裕ある人は答えるかなっていう精査をすると一番さん若干白いのかなと思っているけど。まあ、そういう意味では2番さんもそのままの、俺も関連だとは言っていたけど、逆だったら2釣る可能性ある。ただやっぱりその、発言の見なかった4号釣り位置っていうのはちょっと消せないかな。3番さんに関しては全く、色落ちてない。7のパッションは感じたとは言っていたけど、正直3番さんの色は落ちてないかなって感じかな。これでどう2番さんが2周目発言するのかは気になります。言葉のチョイスだね。確かに。はい、6番。のプレイヤーは発言してください。あ、なんか誰かに言われたんですけど、4番、なんだ、6番の精査って4番さんはスムラを透かしてると。迷惑はどこ動いてくださいって4番さんってスムラを透かしてるもんじゃないですか。ただ僕は4番さん2周目って言ったら4番さんが役で言ってる可能性もあるからですね、普通に。そんな感じかな。はい。で、1回4役やったし、この文面って、もう一役出るべきですね、普通に。出ないんすかね。ちょっと変わった進行取っていいですか。7番さんって僕のこと狼置いてるんですよね。僕狂人じゃないんで、狼でもないんで、相方もご主人様もおらんので、7番さんに釣り位置合わせてあげるよ。ただ7番さん俺釣りはなしね。はい。はい。7番さん今のところ、どこが黒いですかね。僕セミオープンしていいと思ってますよ。セミオープンした方が7番さんと俺の相方見つけやすいやろ。で、急で囲ってるとかもやったら全然急に行ってもええよ。はい。7番さん狼見てるから、初日は村しか釣れんかな、だけ。まあ、7番が票を入れるところが釣れた場合は、絶対そこは絶対村やと思ってるから、7番が狼やった場合ね。ダメっすかね、この進行。こんなこと言ったら締めなくなる？締めないでしょ。このムーブ結構強いと思うんだよね。だって黒いと思ってなる、思ってる7番さんが釣ってるところって、基本的に村やから、黒塗りする位置がどんどん狭くなっていくから、7番目線って。で、3番は釣らんかな。はい。1、2、5の精査でいいと思ってる、俺はね。はい。そんな感じで、ダメっすかね、このムーブ。やけん、もう一役、
出てくれないですかね。8番さんが役とかやったらだいぶクソ助かるんですけど。ちゃいますか。じゃあ7番さんに票集めますね。初日は。やけん、初日は村しか釣れんと思ってるけど、このムーブ強いと思ってるからやるわ。7番のプレイヤーは発言してください。あ、面白いですね。6番さん面白いこと言いますね。初めて聞きました、その進行論。面白いと思うので、まあ、乗る乗らないは別に6番さんが決めることなので、私は自分が思ったことを普通にグレー精査しますね。1番さん、2番さんっていうのは、現状1周目の発言だけですが、マックス強靭だと思っています。1番さんがマックス強靭だと思った理由も、2番さんがマックス強靭だと思った理由も、まあ、大体似てるんですけども、ヘイト管理する気がない。1番さんでは6、7が何とも言えなくて、4、5も何とも言えない。で2番さんに関しては、釣り位置が1時点で4、5、初な、3番の発言次第ではあれが1時点で4号って上げたところから1、2に関してはヘイト管理する気がないのかなと思ったから1、2に関してはマックス強靭の位置かと思っている。で3番さんに関してはこの最終発言者の位置ってちゃんと喋んないといけないんだよねっていうのが狼的なパッションにも感じた、自己防衛にも感じた。で6番さんっていうのは 1、2、5で上げたので3番さん外しましたよね、はい、理由を特に述べてはいなかったんですけど、だからその3番さんを外した理由がすごく雑に感じたので私3番さんに行きたいですね。6番さん飲めますか。飲めるんだったら三番さんに投票してください。はい。三番さんっていうのは、ウラン大地の精査もちゃんとしようとしていたし、悩んではいたんだけれども、一番最初の発言内容からパッション的に狼的なパッションを感じる。だから三番さんっていうのは村か狼だと思って、だから三に行きたいですね。はい。五番に関しては、五番に関しては一番色々しないかなと思ってますね。ただ六番さんで5も上げたんで、はい。釣るんだったら3か5、どっちかだと思ってました。でも6番さんで5を釣り位置に上げたので5を外します。今日は私3番さんに投票したいかなと思ってますが、もちろん2周目。1、2に関してはさっきも言った通り、ヘイト管理する気ないと思った。はい。で、9番さんに関しては、私に対して、私のことを若干シーンかなって見たんだけれども、若干叩きは入れたんですよね。それが囲いはないんじゃないかなって一つ考えた線。以上。8番のプレイヤーは、発言してください。難しいけど、俺3番さんの発言で最後にごめんなさいっていう言葉が出たのって、ローっぽくないって感じだったんだよね、そこが。だから、6番よりかな。俺はどっちかって言ったら。3の新目に見てる。3は釣りたくないかな。釣るんだったら4番さんの役に合わせて2、9、どちらか。まあ2番さんかなっていうふうに今は考えています。9番さんの発言と2番さんの発言聞いてからだと思うんですけど。はい。ぐらいですかね。以上です。9番のプレイヤーこれ8番巨人じゃない。8番人外だろ。俺7番死んだと思ってて、6番が7番の釣り位置に対して合わせるって言って、その理由は分かったよ。6番が言ってる7番が例えば狼だった場合っていうのは、7番を狼した時には相方を釣らない行動、なおかつそこの村を釣ることによって、後々圧迫ってことでしょ。じゃあ普通に精査しないよ、6番さん。7番さんがま3番にヘイト集めるんだったら、3と7のラインはないでしょ、どう考えても。あのムーブに。あのムーブに対して7番って6から面白いことしますねって、グレーセスしますね、普通に私やりますってパパパパパーンって言ってたんだよ。で、FG1 って言うんだったら3番になるだろう。わかんないわかんない言ってる陣営なんだから。6番それで締め取れると思ってんの。あと7番に言っとくわ。安直に5番、6番が5番を釣りをしたから、6番が5番を釣りをしたから5番との相方がないっていうのは安直な。その後に7番の釣り位置を合わせるって言ってんだから。で、7番に言っとくわ。俺、スムラだから俺になってくれ。俺を強靭名で追うんだったら追っても構わない。ただ、これで6番が死んだった場合の、俺の黒位置って出てくるんだよ。だから、俺を隠しろにしてくれ。で、役は出なくていい。もう一人。はい。釣り位置に上がるんだったら出てもいいけど、出なくていい。で、7番の目線を私は今日買います。7番の目線を今日は買って、3番に行きます。3番さん分かんない分かんないって言ってたら、俺も分かんないもん。役じゃないでしょ、多分。多分2番もこれ役じゃ、2番は釣り位置なんないよ、8番。なぜ2番にヘッド向けた ?4 番が言ってるからそのまんまって。6番と7番の発言を目の前で聞いてて、7番の芯を追えないあなたは絶対偽物ですね。あなた白もらってますけど、あなた強靭置きですわ。はい、7番目線でも8強靭置きできるでしょ。俺のだって隠しを作って、後々2日目に6番芯だとかって言ってくる輩が出てきた場合には、俺が黒い気にされるだけだから。はい、7番芯だと思う。1番どう思う ?1 番。のプレイヤーは発言してください。いや、俺ゆるーく行こう。まあ平成元年ってことなんでね。
2番さん。ちょっと形勢を逆転して、6に行こう。6。わからんけど、6に行こう。いや、7番さんから選んでいいんですかって、じゃあ6行きますって、単純に言ってほしかったなっていうところはあるんですけど、3か。7番さんの言うことがごもっともなんですけど、5を外して1、2をマックス強靭で3行きますっていうのもごもっともなんですが、なんとも言えんな、これこそ3人役があったらって話はあったんですけど、わからん。いや、6。6行くの ?2 番のプレイヤーは発言してください。やべ、どうしよう。一番が教授に見えてきたわ。これわかんねえわ。八番教授になるかなって思ったけど、一番の教鞭も高えわ、これ。わかんねえな。うん、祭り先は、まあ、七番さんに合わせますけど。J ハンター。まあ、村の人は、みんな今日は三番に入れていただいて、うん。で、クロス強いんじゃないかな。いや、強くねえか。8が今日だと白しか出ないもんね。まあ、白。そうだね。まあ、相変わらず7真に見えてるかな。まあ、6がローだった場合の相方位置は、まあ、3なのかね。まあ、5のライン切りもあり得るけど。動画かね、昔細かくやってたけど、今あんまやってない。3番のプレイヤーは発言してください。なんかめちゃくちゃ私釣りになってますけど、まあ7番さんが死んだとしても7番さんが私釣りって言ってるし、で6番さんも7番に合わせるって言ってるし、なんかもうみんな合わせる、7番さんに合わせるわみたいな言ってるし、役もないし、多分この中で一番考察も伸びないから全然大丈夫です。聞いて勉強しておきます。かわいそう。でも一番最初の発言で2番さんが9番さんに乗っかりますけど、みたいなって言った、その9番さんに乗っかりますけどって言った理由が聞きたかったなって感じです。はい、聞いて勉強しておきます。投票を始めてください。ああ、やだ。けなげな子だな。急変すること思ってた、笑った。3番。うわ、6、本当に3人出た。のプレイヤーが選ばれました。俺は6投票したよ。1は7投票。うわー、これ1役やん。3番。1役やん。のプレイヤーは発言してください。もうない、ないんだけどな。だってわかんないもん、本当に。でも、スムラなのは本当、役もないし、人狼でもないし、狂人でもなかった。から、まだ人狼も狂人もみんないる。役もみんないる。私はスムラでした。これは本当に、それだけ信じてください。もうこれ、考察伸びないけど、これは本当です。夜が来ました。うん。のプレイヤーは、発言してください。おーく。はい、6番さんに偽ですね。7番さんは9白。そっか、9番さんになっちゃったのか。どうなんだろうね。6番さんってさ、俺も6番さんの芯切ってたんだけど、6番さんって、7番さんの釣りたいところ行っちゃダメでしょって単純に思うし、絶対ご6番さんって3、77が釣りたいところ行っていいよと言いながら、3は釣らないかなって言って、1、2、5から釣るっていう発言を残してんだよね。その発言矛盾に6番さんってどうなのって俺は思ってたけど。いや、とりあえず6行くよ。で、3番さん釣ったのは、地釣り飲んでるから白いっていう考察は俺はしたくなかった。なんか3、6安直にあるかなとも思えるし、6番さんが強靭だからどこ行っていいのかわからないっていうのはあるのかなっていうのもあるかな。どうなんだろうね。ただ2番さんが3に行ってるから2、3ラインっていうのはないし、ってかさ、1番さんってさ、1番さんって6行こうよって言ってなかったっけ ?6 の芯がないから6行こうよって言ったよね。で、結局7行ってるっていうのが意味がわからないかな。
どうなんだろう。1黒いっていうか強靭なんかな。三六王冠一強靭とかなんかな。安直すぎるか。どうなんやろう。絶対個人がだと思った。ただ2周目も2番さんって言ってること若干おかしかったと思ったけどね。いや、俺は5番おかげで。俺の答えに、全く質問に答えてくれなかったね。なんか発言伸びなかったら4号からって言ってた、ところを答えてって言ったんだけど。俺5番の発言一発目で、まあ、今日は6番の発言で。6番。即怪しまくのプレイヤーは発言してください。あ、まず先に、3番さんを釣らないって言った理由、ここで3番さん死んでるから言うけど、3番さんって67が占った98わからんって言ったんすよね。3番さん絶対村でしょ。乱視力把握できてないからね。まあ、それは言わんかったけど、はい、夜剣さんは釣りたくないって言いましたね。はい。で、78狼やった場合って、俺があのムーブ取ることによって俺の新面がガクッと下がってるから、8番さんって7に乗っかって6の新面ないやろと、めちゃくちゃに投げればいいと思ってるけど、8番さんって6の新があるかもっていう発言を残してやるから、7番さんロージックで乗った時に8番さんの相方は絶対いなくて、8番さんの共鳴も感じられんかったかな。はい。9番が村だったら非常に助かる。で、1、2の精査したっていうよりは、7番さんの発言から5番は6番が釣りをしてたからっておっしゃってたんですけど、僕釣りをしてないですね、5番のこと。3番さんを絶対に釣らん、1、2、5の欄にしましょうって。で、8が役だったら助かりますねって言ってるから、別に5番のことを釣りをしてないんですよね。で、1、2をマックス強、マックス強、5番は色落ちがないからって言ったんですけど、7番さんって5番さんを外した理由って、僕が釣りをしてるからっすよね。でも7番さんって5番は一番色が落ちないって最後に言ったんで、明らかに精査がおかしかった7番さんの発言から5番を占いましたね。そしたら5番が黒だったって感じですね。はい。それだけ。うん。俺の占い位置は5番。で、8番はローメ感じられんかったし、興味もないと思った。ただ、8番はローメが 100% ないと思ったかな。8番の発言から。絶対に7番に乗っかればいい盤面やと思ってるから。だから8白と置いた。3番さんは以下の理由から釣らんかった。6、7を占った9、8はって言った発言からね。それはメタになるか言わんかったけど。で、7番の考察が5を占ったら5を黒やったって感じですね。5、7ローですね。7番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ私、占い師対抗が狼が出ているって考えるときって、隠し色を作ったのが強いと思うんですよ。で、6番さんって私のことを狼だと思っているんだったら、8番さんの極めもないと思って、7、8もないと思ったんだったら、6番さんって8を占えたんじゃないのかなとは思いましたけどね。あと私、6番さんが5番さんを釣り落ちたという表現はしていません。6番さんが1、2、5で釣り位置を上げて、私は3、5のロッチ県に行きたいと思ったから、6番さんと釣り位置が一緒になったから5に行きたくないって言っただけなので、その表現の仕方に関しては、違いますね。捏造とまでは言わないけれども、違うと思います。はい。で、5番さんは私占ってないので5番さんの色は分かりませんけれども、まあ、6番さんが狼だったら、6号で、?6 号でそれはやらないと思うので5番さんはほぼ白でしょう。で、5番さんって色落ちなかったっすよね。あんまり発言内容から色落ちなかったっすよね。だから怪しいなと思っただけですよ。1、2は発言内容からマックス強靭だっていう精査を私は述べましたよね。はい。だから5番さんは怪しいって言ったんですけど、私が5番さんを釣り位置に上げたところは発言聞いてなかったのかなっていうふうに思いました、6番さん。はい。で、私9番さんから興味も感じなかったので、別に9番さんいらなくて確信作れればいいかなと思いますね。はい。で、1、2、2、どっちかにラストルフ。で、私8番さんもあんまり興味追ってないですね。だから2番さんが8の興味を追ったっていうのが若干怪しいかなと思いました。8番さんって3番さんからヘイトを背けようと、してましたよね。なんかその行動ってあんまり、なんだろうな。8番さんが6を死んで見るのであれば、3番さんから背けるのってなんか違うなと思いましたね。はい。その発言内容からあんまり強靭でないなと思いました。で、1番さんの6に行くっていうのはめちゃくちゃ興味かなと思いました。ただ、占ってから気づいたんですけど、9番さん6に投票してるんだよね。まあ、この投票行動自体はどうなんだろうと思った。6に行って!8番。のプレイヤーは発言してください。結論から言うと今日7に行くかなって思ってますね。はい、お疲れ。1、2番さんからロー目は見えないんですよね。5、7のような気がする。はい。実際昨日自分5番に投票してるんですけど、5番さんって2周目
3周目か、うん、いろんな人にヘイトをぶつけて、いろんな人の黒目を上げて、自分の釣り逃れしてたし、うん、役ないんであればもう5番さんに黒かなって思ってますね。なので7番さんに投票しようと思っています。はい。9番のプレイヤーは発言してください。8番ハンターじゃない？8番。多分俺1かなって思ってる。やっぱ1ハンターって置いた場合、うん、1ハンターって置いた場合絶対8巨人だよ。これ1番さん、そもそも8番さんって今日なぜ7投票するの？6を死んでおくんだったら5投票でしょ。7号で追ってるっていう目線もあるの？それで7投票って言ってんの？うん、おかしいっすよ。8番さん。やっぱりこの人強人ですね。うん。初日に、ごめん、6番さんの初週、さっきの発言聞いてて、ああ、なるほどなった。7番の発言聞いて困らないと納得なんだけど、なんだけど、7番が、その後に普通に返してるんだよ。ごめん、7番の死しか見えない。あと6番って1回出現か分かんないけど、9番が村だったら助かるってけど、俺の強人追ってるってこと？俺が強人って6、7の審議でもう突き入れて、あの状態で言ってたってこと？そういう発言も一切言ってないよね。して、7番が言ってるように、6番は8が強人目がない、つむらって可能性があるって分かってるんだったら、なぜ8を占わないの？なぜ5番に対して占って5番に黒出してんの？黒出せそうなところにしか出してないでしょ。うん。ただ3で落ちてる感覚はない。3で落ちてる感覚はない。ただ2番が真っ黒ってわけでもない。うん、5番も真っ白ってわけじゃない。だから5、6の黒囲いまで追う。けどそれを考えても7番の方が圧倒的に審議が高い。6、7の単体精査した場合7番の方が真だと思ってる。まず返しが真っ当。絶対6番からああいう発言がいつもとないような発言された場合、絶対7番たどたどしくなる。俺の今みたいにね。うん。それが一切感じられない。だから6番さん偽ですね。私の精査9番が村だったらっていう人も失言だと思ってる。ごめん。うん、これ6進だったらごめん、負けていい。うん。6進だったら負けていい。うん。隠しの権限って言うわけじゃないけど、ごめん、俺は7の進しか追わない。はい。6いきます。1番のプレイヤーは発言してください。いや、俺、6進と思ってわざと6って言って7にしっかり入れてるんですけど、これちょっとハンターが出てこないと本当位置がわからん。その強人がどこって、これ9番さんと一緒です。これハンターじゃないんで2番さん？ん？2番さんしかないよね。でも2番さん4番さんにあれだけ言われて出てこなかったのもわからんし、6が5に黒打てるって潜伏の状態で俺5番さんあたりも全然あるのかなって思ったんで何とも言えないんですけど、多分役出た方がいいと思いますけど、これじゃあ2番さんね。2番さんハンターであれば、いや微妙。ちょっと最後まで考えます。表示の取られそうだな。これ2番のプレイヤーは発言してください。うーん、ハンターいないのね。じゃあ村目線、俺をハンター置きしてください。まあ6、7の精査だよね。7芯に見えるんだったら6いって、6芯に見えるんだったら5いくっていうところ。では6いきます。投票を始めてください。ああやだ。勝った。のプレイヤーが発言した次に、5番真っ黒だもん。5番真っ黒だもん。あー、どうしようかな。絶対勝った。絶対勝った。多分 PP なんやけど。絶対勝った。5番黒いもんだって。申し訳ないけど。例えば、7番さんが1に白を打って、2番がハンターやったとしても、出てこんでほしいかな。絶対勝った。いや、でも負けか、どっちにしろ。もう負け。もう負け。絶対勝った。9番も上手かったけど、7番の方が上手かった。俺巨人。いやー、8番の共鳴もないかな。勝った。8番が巨人やったら発言も弱いし、もっと村をかき乱すと、いや、俺5が黒で、5が黒で5に黒出したやつは絶対死んだと思ってたから、
6は偽で。だって8番が強靭で、いや、6番の芯ないやろぐらい言った方が、俺の占い値にも入ってくるから。パリピカンからの5番の便乗で2番ってめちゃくちゃおかしいです。うん。うん、5番黒かったよ。いやー、パリさん5の黒覚えてない。6番も7番の発言聞いてただけだけど、5番の単体精査で5番の黒覚えてないから、だからそこでブレた。じゃあ結局、9番さん目線って、うん、まあ、若干5は叩いてたけど、9番のことをめちゃめちゃ強靭に言うから言うんですけど、俺も絶対5黒だと思った。もう7番さんも1、2、3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 、
何が悪かったやろ。これは絶対7号。明らか3番さんの手前だったけどな。普通に。これは絶対7号。俺はその発言拾ってだけん言わんかったけど、やけんさんはつらんって言って、125の精査と。こうなるのあの返しがめちゃくちゃうまい。ただ5番が黒くて、5番に黒出したから最初6号の黒囲いまで追った。はい、6号の黒囲いまで。俺は9番強陣で追いてるから。それだけ気をつけなきゃいけない。だって、俺のが新っぽくない。ちゃう。7番って3に入れてるんやろ。もう俺も入れてるんやけど。あれは。ちょ、マジ、申し訳なかったっすね。残念だったな。いや、これ勝ったと思うよ。俺は。俺はこれ勝った。俺は57って絶対黒だと思う。それだけ言っとく。うん。こうなんかうまいよな。返しがめっちゃしまかった。めっちゃ、6番もうまい。面白い進行だなと思ってそれに対していっぱいね。一切ぶれなかったからね。やばって思った。いや、3釣りも抜群だしな。3釣りも抜群。ハンター目ないとこ行ったんだよね。え、これどこ買っても勝ちだと思う、これ。8ハンターなんじゃねえかな。これどこ、てか、随分票入ったな、6番に。18で7投票してんじゃん。なぜ7投票してんの。これは勝ったね。これは完全に勝った。もう5番が黒じゃなかったら俺はもうこのゲーム成り立たないと思ってる。もう5番が黒じゃなかったらもうありえない。もう1周目で分かったの。5番の黒、5番のメモなんてほとんど書いてねえだろ多分。うん、ほらこれだけだ。朝が来ました。ほらこれだけ。一切かな。うん、昨夜8ハンターだと思う。うん、8ハンターいいと思う。8番、うん、8でいいと思う。俺の巨人見えたんだろうな。9番のプレイヤーは発言してください。1白、2黒、2番ハンター。2番ハンター。2番、いやもう出て。2番ハンター。ハンター、ごめん、俺ハンター。はい、お疲れ。俺ハンター。うん、ごめん、俺ハンター。いやね、ちょっとやってみなかったんですよね、こういうムーブを。うん、あの、7番2番いけるでしょ。で、5番も6から黒もらってっから6番偽でしょ。7番死んでしょ。俺ハンターでしょ。1番白でしょ。はい、2番いってください。5番さん。5番さん2番いってください。絶対発砲画面出しませんから。2番は。はい。チェックメイトです。いやー、2番さん、うまく隠れてたね。ハンターを起きしてくださいなんて言って。俺もね、あえて出なかったんだよ。うん、金吉さん。銀さんって呼ぶのかな。いや、もうあの、6番がいくら俺を強人って言っても、ごめんなさい、もう6、6、6、2しかないと思ってました。ごめんなさい、1番ハンターだと思ってた。ワンチャン8かなと思ったけど、これ8巻で、俺が狼やったら8巻はねえよって多分言ってくると思うんだ、1番さ。うん、ここぶれないで、5791で2番いってください。ずっと発砲画面出ませんから。100% 出ませんから。2番のクロスでも言っとこうかな。うん、印象的に7シーンって言って、8、9クロスない。うん。あ、昨日2番6いってんだ。あ、切ったんだ。あとあれじゃねえかな。145釣りって言ったけど、6番が9白出して、7番が8白出して、2番がまだ3番の発言終わってない状況で4番からスタートしてるから、145ってただのグレーなんだよね。グレー釣りなんだよね。うん。で、3番ってさ、2番すごい怪しんでたよね。うん。で、2番投票してんだよ、3番って。だから3釣れたんだろ。2番と6番で3いってるし。だから、7番の最初の発言って3番の、黒は釣れてない。うん。そこだけはミスってたよ。はい。2番言ってください。絶対発砲画面出せませんから。1番のプレイヤーは発言してください。はい。とりあえず、投票位置が、やばすぎるな、俺も。なんで7に行ったか。寝ぼけてますね。まあ、5、7、狼、9、狂人だった場合、
2番3釣られればもう TP なんで発砲画面は出せないです。どっちにしても。まあハンター2人出てるってことで、どっちかにせい。じゃあ7進。7進でしかないよ、もう。でも5番さん占ってないもんね。じゃあまあ、9番さんが新ハンターだったとして2番さんにして。さっきの6番と同じムーブしました。今日2、5とかってありますけど、はい。ありがとうございます。わからんけど。返しときますわ、6番。うん。でももうきついよね。やり返しときますわ、さっきの。2番のプレイヤーは発言してください。ええさあ、旧狂人じゃん。旧狂人っていうことは、だから一応7の芯もあるんだよね。いや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 、待て待て。ちょっと待って。まあ、今の発言的に1のローはないのかな。銀つんだね。レベルが違う、レベルが。そうなると、レベルが違う。57のどっちかになるんだよね。時すでに落とし、レベルが違うんだよ。銀ちゃん。57。だから、6神だとしたら57、ロロの旧狂人。絶対57。7神だとしたら、一白だからもう五ローしかないんだよね。三五ローローしかないんだよね。まさか。え、じゃあ間取って五じゃない？五。いやもう無理だって。間取って五じゃん。俺ハンターなんね。で、旧狂人なのよ。五七ローローだったら俺釣って終わり。村の負け。だから今日五釣って、そうすると、そうなると7の2戦、もう7のローしかない。7級の人外2人でもう PP、どっちにしてもダメか。7がローだった時点で終わりだから、俺目線もう5しか行くところないんだよね。じゃあ5番投票します。5番投票ね、お願いします。お願い。いいよ、もう9番。狂人だろ、お前。5番。のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、初心者から2番さん怪しいと思っていたけども、村 PP ですね。はい。まあ、2番いきます。7番さん変な気を起こさないでね。3号ローとかないから。うん。で、大丈夫だよね。うん。はい。2番いきます。急釣りとかありなの？急釣りったらどうなの？まあでも、急釣る意味が全くないよね。うん。まあいいや、2番。だってさ、9隠し白だからもう、だって1白なんでしょ ?7 番さ。そしたら2しかないじゃんね。だから、急釣って2発砲でも面白いけど、まあいいや、2行きます。7番のプレイヤーは発言してください。まあ5番さんも言ったんですけどね、2番さんも出現してるんですよね。私は死んだ終えた場合の3号ローロって言いましたね。あなた目線に旧狂人確定でしょ。じゃあ私死んだ終えたら6番さん何人なんのってことでね。2番さんが盛大に出現いたしましたので、今日1番さん2番さんに行ってください。はい。これで終わりです。お疲れ様です。投票を始めてください。ありえん。ほらじゃないべ。いや、こうなるだと思うよ。次、今 PT 発言したし、5番。こうなるだと思うよ。こうなるやろ！ほら、そうだろ！おう、こうなるやろ！人狼の勝ちです。銀駆逐完了！